皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日はね、またちょっと変わり種のものをね、気になったものがあったので、購入しました。何を買ったかというとね、タクティカルベルトっていうんですかね、サバゲーとかね、DIY の、人がねよくこう使うベルトなんですけど、普通ベルトっていうとね、いろいろあるんですけど、この腰に巻くベルトですね。はい、これちょっとね見たことあるかなって思いますけどね、Amazon とかでね、サバゲーとかね、DIY とか、あとはその工事現場の人でね、ちょっとズボンのベルトがね、外れないようにといった現場でね、働く人がね、つけるベルトで、素材はね基本ナイロンなんですね。ベルトっていうと大体ね、カバンのベルトが多いと思うんですけど、あとナイロンとかね、紐のものも多いと思うんですけど、こちらのねバックルがちょっと変わってまして、こういうバックルになってます。はい、で、これね金具になってて、こちらね、こっちかな、はい、こんな感じでね、こちら鉄のね、金具になってて、これカチッとね、つながるんですけど、こういう鉄になってて、こっち側もこういう鉄になっていて、これとこれをね、はめるとカチッという風になっていて、であとこちらナイロンね、こんな感じではめる側はね、こういう形状の、ベルトになっております。でちょっとこれね、何年か使っててね、このナイロンもねしっかりしたナイロンで、こんな感じでヘタレはなくてね、非常に使いやすいんですけど、ちょっとこちらのベルト難点があってね、こう見てもらって分かりますかね。ここまではね、平らでいいんですけど、ちょっとこっちがね、こんな感じでね、ちょっと膨らんじゃった形状になります。これちょっと使い勝手これで間違ってんじゃないかなと思って、いくらかね、試したんですけど、どうしてもね、こちらこういうね、形状になっちゃうん で、しかもちょっとこちらね、紐が短めのベルト買っちゃったんでね、ベルト同士もなくという感じでしたので、ちょっとこれに代わるね、新しいベルトないかなと思って、探しました。こんな感じのね、ベルトです。これだけでもね、でもかっこよくてね、全然使えるんでね、これは使ってるんですけど、ちょっとこれとは別にね、概要欄の方に、載せておきますけど、Amazon でね、これのね、改良版で、この部分がね、自由にね、長さ調整できるものといった珍しいものがね、見つけたんでね、そちら買いました。これ商品名がね、タクティカルベルトって書いてありますね。で新品でブラック買いました今回。一応ね購入するとこんな感じでね、ビニールに入って、送られてきます。じゃあこちらねちょっと開けてみましょう。ちょっとナイロンの部分がね、どうなのかなって、こちらね赤い縁取りになって刺繍になってかっこいいんですけどね。これはね、黒いベルトですね。ただこっちと違うのは、こっちはちょっと硬めなんですけど、ナイロンだけどソフトな、ナイロンになりますね。で、これベルトの太さがね、だいたいね、3.4 センチ近くありますね。はい、4センチぐらいあります。で、ベルト通しがついていて、で、今回これ買った理由がね、こんな感じです。先ほどの、ちょっとベルトとね、形状が違いまして、よいしょ。はい、先ほどのベルトのね、形状だと下の方なんですけど、基本的なこのね、金具で、パチンと止めるのは変わらないんですけど、こっち側のね、止める側のベルトが、こっちはプラスチックでこういう、ね、ちょっと膨らんじゃいますっていう先ほど説明しましたけど、こちらはね、こういう風になってて、これね、ここ開きます。で、これはね、鉄でできてます。で、これね、パチンって止めることによって、パチンってね、これいかないんですよね。不思議なことに。でもね、これベルトがね、長さ調整が自由にできるということなのと、これだとね、こういう風に膨らまないんじゃないかなと思いましたんで、ちょっとこちらをね、購入して、試しでね、お見せできればと思ってます。これね、不思議でね、もうこれパチンって本当にいかなくてね、こういう形状なんですね。これだけなんですよ。で、これね、使い方としては、ここ通しますと。ちょっと一応通しますね。はい。合ってるかな。ちょっとね、今ここで腰につけてもしょうがないんでね。はい、ここ通しますと。
で、こうなったら、これを、あ、わかりました。これパチンといかないって私話しましたけど、これ紐通すとね、ここね、パチンってね、硬くなりますね。これだとね、何にもならないんですね。まあ、こんな感じでね。で、これ、ここ紐通すじゃないですか、こんな感じで。紐通すと、こちらのね、機構がね、作動していきますよ。こんな感じで硬くなって、パチンと止まりますという感じでね。これ非常にね、いいなっていう感じですね。しかもこれ鉄なんでね、まあ、取れる、壊れることはないと。あと、これならね、絶対ね、ベルト緩むことがありませんと言った感じですね。で、先ほど違うのはね、先ほどは、こちらがね、こんな感じで、どうしても腰から浮いちゃうんですけど、こちらだとね、こんな感じで、平らになりますんでね。で、こちらの外し方は先ほどと一緒で、ここの金具をね、外にこうずらせば、はい、こんな感じでね、パチンといきますと。はい、こんな感じでね、パチンといくのと、あとこういうね、ちょっと黒い形状なんでね、まあ、先ほどのこれもかっこいいんですけど、ちょっと形状的には黒い形状になっているんで、見た目的にはね、これならば、普通の普段着でもね、使えるんじゃないかなと思います。はい。で、こちらがね、こんな感じで長さ調整が自由にできるんでね、ベルトいいんじゃないかなと思います。で、これ、一応ね、Amazon の、概要欄で確認、Amazon の方で、ね、仕様の方説明、見たら、一応 MAX って127センチ、なっておりますんで、まあ、かなりね、太めの方、私結構太めの方なんですけど、太めの方でもね、十分いけるんじゃないかなと。あと、こちらにゴム管があるんでね、まあ、これで、ね、長い部分は止めれますと言った感じでね、はい、こんな感じで止めれますからね、いいんじゃないかなと思います。普通のね、バックルのベルトでもね、全然構わないんですけど、まあ、これだとね、ここの機械のね、鉄の機械の部分が壊れない限りは、ベルトが外れないんでね、結構サバゲーとかで、いっぱいこちらにね、弾倉を詰めるね、ポーチとか、いっぱいぶる下げても、これならね、しっかりつけられるんじゃないかなと思います。あと、私なんかだと DIY で、腰のところにね、ドライバーとかペンチとかを、入れるね、工具袋をね、腰に下げるんですけど、ああいうのも下げてもね、これなら十分耐えられるかなと思っております。普通の革のベルトだと、ここのバックルの部分がね、やっぱり負荷かけちゃうと、壊れる可能性があるんですけど、これはね、こちらとこちらがね、紐になっていて、このバックル部分がね、鉄でできた、こういう金具になってるんでね、これなら、つけやすいんじゃないかなと。あとは、普通のベルトの上にね、先ほど言った通り、DIY とか、サバゲーのね、ベルトとして、ベルトの上にベルトをこれつけるってなった時に、これだとね、取り外しが楽なんでね、二重に、つけるベルトとしても十分通用するんじゃないかなと思っております。で、こちらのメーカーのね、このベルトは、このナイロンが非常に柔らかいんでね、こちらはね、ちょっとこう固めなんですね。固めでこうね、折り曲がらない、仕様だったんですけど、こちらはね、こういう非常に柔らかいナイロンで、しかも耐久性がね、しっかりしているというふうに書いているんでね、これ十分使えると思います。で、お値段もね、私買った時にね、1400円弱だったんで、まあお安いんでね、十分いいんじゃないかなと思っております。はい、以上となります。今回は、タクティカルベルトね、こちら、今までのね、これとは違う、形状が違う改良版がね、出ていたので、ちょっとこちらね、しかもここはね、長さ調整がね、楽にできると言ったところで、非常にね、私的には、いいんじゃないかなと思ったんで、今回ね、紹介動画をさせていただきました。はい、以上となります。こんな感じでね、私がいいなと思ったもの、面白いものとかをね、レビューしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価をお願いいたします。今日のこちらの商品に関しては、先ほどお話しした通り、概要欄の方にね、Amazon さんの、商品のリンクをね、貼っておきますので、参考にしていただければなと思っております。以上となります。今日はタクティカルベルトのご紹介でした。てるてる百貨店てるかいざーでした。バイバイ。